どうも、アイドル評論家大野孝弘です。よろしくお願いします。今日2月22日は AKB48 の小島春菜さんが AKB を卒業するという日でございます。はい。まず AKB の凄さ、そして小島春菜さんの凄さ、それについてちょっと語りたいななんて思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。まずやっぱさ AKB48、僕今のアイドルの基礎を作ったのってやっぱ AKB48 かなと思うんですよね。でやっぱ AKB48 で今乃木坂46ね、そして欅坂46な今何かこう出てきてますが、やっぱり AKB がいたからなというふうに思うんですね。でまあその AKB をね、まあ、モーニング娘。がいたからとかね、でモーニング娘。をね、おにゃんこクラブがいたからなんて、まあこう歴史をね遡るとまあキリがないんですが、最近の時代、今の時代ではやっぱり AKB が元祖かなとは思うんですよね。でその中でも特筆すべきはやっぱり前田敦子さんです。前田敦子さんで別格でした。僕は一番大好きでした。はい。そして、小島春菜さん、そうです、小島春菜さんです。はい。まあ、今日卒業しちゃうんですけども、やっぱねあの子は別格。前田敦子が、まあ、王道のアイドル、もうこれぞアイドルでしょうっていう、いうふうに対して小島春菜っていうのはちょっとギャルっぽい、まあ悪く言えば普通の、まあ、そこら辺にいる可愛い女の子がアイドルになった、そんな感じだと思うんですね。で、まあ、小島春菜の魅力って、まあ、ちょっとここからちょっと小島春って呼びますね、僕大好きなんで。小島春のすごいところってやっぱあの天真爛漫さっていうんでしょうかね、やっぱそういうとこであり、やっぱビジュアルもやっぱり可愛い、そしてやっぱね、まあ、なんといってもまあ男からももちろん人気ある、なんでかというとあのボディボデ、あのボデを持ってる、やっぱ男からも人気が出るんだけども、小島春っていうのは女の子からも人気があった。これが非常にね、すごいところだと思います。AKB では多分一番人気あるんじゃないかな、女の子からの支持は、一番集めてるんじゃないかなとは思いますね。だからやっぱりすごいですよね。同性からの支持を集めるっていうのはもう本当にすごいと思います。はい。まあね、ここまで語ってきましたが、まあ、小島春菜さん今日でね卒業ということで、 AKB を卒業ということで、まあ、もう11年12年ぐらい経つんじゃないですか。僕がだって中学生の時ですもん、 AKB できたのって。はい、相当前ですよ。もう11年12年経つんじゃないかな。ほんとね、長いアイドル人生っていうんですか、お疲れ様でした。ひとまずお疲れ様でしたね。小島春はね、芸能界引退しないでそのままね、また活動されると思う、すると思うので、これからも応援していきたいと思います。絶対会いたいね、会いたい。僕が売れて、会って付き合うんだっていう、付き合うんだ小島春とっていう、そんな感じでございます。ありがとうございます。絶対付き合います、小島春と付き合わせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました、ね。まあ、お疲れ様でした。ね。本当、僕の中学、まあ、高校、大学かな。AKB48 はね、本当に、青春の1ページに刻まれてます。小島春菜さんももちろんそうです。ありがとうございました。
最後に一つ、 AKB の中で多分小島春菜さんが一番、僕のおかずに、なってました。お知らせをさせてもらいました。ありがたいぜ、ありがたいぜ、これってありがたいぜ、ありがたいぜ、ありがたいぜ、これってありがたいぜ。